皆さんどうもこんにちは、マカロニオです。大手ハウスメーカー各社本社公認でめぐりえというサービスを立ち上げている住宅系の YouTuber です。今回は歴史から紐解く誰でも簡単におしゃれな家を作る方法というテーマでお話をしていくわけなんですが、これからお話しする内容はかなりやばいです。その理由はこの動画を見ることでおしゃれな家作りをするための本質を理解することができるからです。というのも今現在 SNS を見ているとおしゃれな家を作るためのいろんなノウハウが共有されていますよね。例えば軒を深くする、天井や軒、外壁と内壁、これらをつなげる、葉巻をなくす、ハイドアを採用するなどなどです。確かにそれらの手段を採用することで今流行りのおしゃれな住宅にすることができます。ただし残念なことにそれらの手段って使えるハウスメーカーもあれば使えないハウスメーカーもあるわけなんです。まあ、具体的なハウスメーカー名を出すと、それはそれで角が立ちそうなのでここでは発言を控えますが、そもそもハウスメーカーという企業がやっているのは住宅の量産化です。つまり手間のかかるようなことはしたくないというのがハウスメーカー側の本音なんですよ。だから基本的に細かい調整はやりたくないしできないんです。さらに建築地によってはどうしても採用することができない手段だってあるんですね。例えば都心部のような密集地で軒を深く出したいって要望を出しても、そもそも法規制の問題や敷地自体の大きさの問題もあって軒を出せない場合もあるわけです。こうやって突き詰めれば突き詰めるほど、実は SNS に上がっているようなおしゃれな家作りをするのがいかに難しいかが分かってきます。じゃあ自分たちはおしゃれな家作りを諦めた方が良いのか、うんぷてんぷに身を任せて家作りをするしかないのか、そんな悩みを解決するために誰もがおしゃれな家作りを成功させるためにこの動画を作成しました。この動画を最後まで見ていただければ住宅のデザインの本質を理解することができるはずです。ぜひとも最後までご視聴いただき、おしゃれな家作りを成功させてもらえればと思います。それではやっていきましょう。まずおしゃれな家作りをするための本質を理解するために知っておかなければならないことが一つだけあります。それがモダニズムです。正直これさえ理解してしまえば今現在流行っているおしゃれな家の本質を理解したも同然になります。ではモダニズムとは一体どういう意味なのかというと、装飾をなくした建築という意味です。このことを詳しく説明するためには歴史を遡って大枠から説明していく必要が出てきます。順番的には1853年以前ペリー来航までの建築、1853年から1930年までの西洋化する日本建築、1930年から1955年までのモダニズムの流行、1955年以降のモダニズムの進化、これら4つを順番に理解する必要があるんですね。ですのでこれからこの4つを順番に解説していきます。中にはいやいきなり歴史の話そんなの聞きたくないよって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、正直歴史的な経緯が分かっていないとモダニズムだけの解説だけでは理解できないことが多すぎるんです。だから歴史を遡って説明していくわけなんですが、歴史が苦手な方でも理解できるように重要なポイントのみに絞って分かりやすく解説していきますので、一旦最後まで聞いていただきたいなと思います。それではまずは1853年以前ペリー来航までの建築についてです。人類の歴史はヨーロッパを中心に発展してきました。しかし日本はそこから一番離れた場所にあります。そのため日本という国は世界的に見てもかなり独特な文化をしています。例えば魚を生で食べるとか箸を使うとかです。こういったことってなんとなく皆さんもイメージできると思うんですけれど、実は建築も同様なんです。昔のヨーロッパでは石材を中心に建築が作られていました。そのためヨーロッパの建物は柱が太い、柱が太く目立つので装飾が施されている、石材を積み重ねて作っているので開口部が少なく壁が多い、こういった特徴があります。一方で日本では気候や環境の違いから木材を中心に建築が作られていました。なので柱が細い、柱に装飾がされにくい、細い木材を組み合わせて作るので開口部が広く壁が少ない、こういった特徴があるんです。こうやって比較をしてみるとヨーロッパと日本の建築は真逆の建築になっているというのがわかるかと思います。じゃあ木造で建築すれば日本建築と呼べるのかと言われればそうではありません。屋根に唐破風と呼ばれるものがついている建物を日本建築と呼びます。というのも日本の建築は中国の影響をかなり受けています。例えば中国の太和殿っていう建物があるんですが、これって日本にもありそうな見た目じゃないですか。それでここで注目をしてもらいたいのが屋根なんです。太和殿の屋根って形がスッと下に流れるような感じになっていてスマートですよね。一方で日本の東大寺や黒門の愛称で親しまれている池田家江戸上屋敷正門という古い武家屋敷の門には中国の太和殿にはないうねっとした屋根がついているんです。
これをカラハフといって武士の威厳を表す装飾として使われていたんです。これが日本建築の特徴なんですよね。そんな独自の文化が育った木造大国の日本は1641年当時の征夷大将軍徳川家光が制定した鎖国により海外からの影響を受けずにいました。しかし1853年ついに時代が動きます。ここからが1853年から1930年までの西洋化する日本建築についてです。1853年鎖国体制を続けていた日本にアメリカ海軍軍人のペリーという人がやってきます。まあ、このあたりの下りは建築とは関係ないので省きますが、紆余曲折あって1867年に大政奉還を行い260年以上続いた江戸幕府が終わりを迎えます。そして日本は開国したのと同時に徳川家ではなく日本政府が国を治めることになったわけです。ただし当時の日本政府はアメリカなどの諸外国を見て日本は政治や文化、科学技術など何もかもが他国に遅れを取っていたことに危機感を覚えることになります。そのため西洋に追いつくために西洋文化を日本に取り入れ始めることになるわけなんですが、その一つに建築がありました。日本は海外から建築家を招き西洋建築を日本に広めてもらうことにしたわけです。こうして日本にやってきたのがジョサイア・コンドルという人です。彼は日本政府から建物の設計に加えて日本人への建築教育の依頼も受けており、現在の東京大学にて教鞭を取っていた人にもなります。彼が設計した有名な建物でいうと鹿鳴館や東京国立博物館旧本館で、当時最先端の西洋建築を日本で設計していたんです。そしてジョサイア・コンドル先生の教えによって日本で初めて大工ではなく建築家と呼ばれる人たちが誕生することになります。彼の教育を受けた生徒たちを建築家第一世代なんて呼んだりもするんですが、特に有名な方を紹介すると日銀本店や東京駅を設計した辰野金吾、横浜赤レンガ倉庫や日本橋を設計した妻木頼中、赤坂迎賓館や東京国立博物館表慶館を設計した片山トークマになります。特に片山トークマが建てた表慶館は当時の皇太子、後の大成天皇のご成婚を記念し1908年に建てられた日本で初めての美術館なんですが、この建物は装飾された太い柱、積み上げられたブロック、開口の少ない壁面、これら伝統的な西洋建築の特徴を多く含んでいる一方で、よく見ると所々に和の要素が散りばめられているんです。例えば壁には般若の装飾が施されていますし、正面入り口にあるライオンの像は阿吽の像に似せて表情を変えているんです。これは西洋に追いつけの精神で西洋文化を取り入れた日本が1894年日清戦争、1904年日露戦争での勝利を経て西洋以上の力を手に入れたという威厳や権威性を装飾で表しているわけです。しかし1923年大事件が起きます。それが関東大震災です。明治以降最大の被害となったこの地震により、ジョサイア・コンドル先生が建築した東京国立博物館旧本館が崩落してしまいます。こうして1937年に建て直されたのが東京国立博物館本館です。この建物はたくさん並んだ太い柱や積み上げられたブロック、開口の少ない壁面など表慶館旧本館と似た西洋建築としての側面も併せ持っている一方で、屋根や正面入り口にあしらわれた破風などには日本建築に近い要素が取り入れられています。このように下は洋風なのに屋根は和風という洋と和を混ぜ合わせた形の建物を定観様式と呼びます。定観様式の建物は愛知県庁舎や京都市美術館など各地の公立施設として多く建てられました。これらの建物はほとんどが1930年代に建てられたんですが、この時代といえば日本が国際連盟から脱退し、さらには軍国主義へと舵を切った時代です。そのため当時の建物からも日本は西洋に追いつけではなく西洋を追い抜けという強気な姿勢だったことがうかがえます。しかしその後日本は敗戦を経て大きく変化します。憲法が作り直され、天皇は元首から省庁に、武力の行使は永久に放棄されることになりました。これに合わせて定観様式のような権威的な建築を作るのはやめようという雰囲気になります。そんな中、当時遠くヨーロッパでは権威や威厳を表す装飾を建築に使うのはやめようと言ってる人がいました。それがル・コルビジェです。当時産業革命が起こった影響もあって、装飾でゴテゴテしたものというよりは量産しやすい工業化に適したデザインのものが世に普及し始めます。そういった背景もあってル・コルビジェは建築に装飾するのはやめようという理念を掲げ、1930年頃にはサヴォア邸など飾り付けのない非常にシンプルな建物を作っていき、それが世界的に流行していきます。この装飾を徹底的に排除し建物をシンプルにするということをモダニズムと呼びます。モダニズムの普及によって収納棚は埋め込み式に、
照明は間接照明やダウンライトとなったわけです。そしてそれによって今現在でも見るようなすっきりとした空間がこの時代に誕生することになるわけです。だからこのモダニズムという考え方は今現在でも使われている工業化建築のデザインのベースとなる考え方であり、皆さんがよく耳にするモダンという言葉はここから来ています。つまり建築においてのモダンというのは直訳した現代的なという意味合いも含まれてはいるんですが、どちらかというと装飾のない建築という意味を表しているということになります。きっかけを作ってくれたのはめぐりえだったのかなと。すごい安心できるサービス、友人にも紹介したいなと思います。本当に本当に満足しています。続いて1930年から1955年までのモダニズムの流行についてです。ル・コルビジェによってヨーロッパでは権威や威厳を示す装飾を建築に使うのはやめようとなっている中、モダニズムの理念に共感しこれを日本に持ち帰ろうとする人物が現れます。それが前川國男です。前川國男は1928年にコルビジェの元を訪れ、約3年間そこで働きながら建築を学びます。そして1945年敗戦をした日本は権威的な建築を作るのはやめようという雰囲気になったことや、焼け野原になった日本を早く復興させようと建築の需要が大幅に伸びたという社会的な背景もあって、モダニズムは急激に全国に広まり始めます。ちなみに完全に余談にはなるんですが、この辺りで誕生したハウスメーカーがヘーベルハウスになります。ヘーベルハウスが時々 CM でモダニズム邸宅の極みとかやってるのはここから来ているわけですね。それで話を戻しまして、日本にモダニズムが浸透しつつあった1955年、日本から美術館設計の依頼を受けてル・コルビジェが来日します。こうして誕生したのが東京上野公園内にある国立西洋美術館です。しかし一方でル・コルビジェは日本で国立西洋美術館を設計するのと同時に、フランスではロンシャン礼拝堂、さらには同時期にはインドのチャンディガール議事堂の設計も行っていました。実はル・コルビジェはこの時すでにシンプルで四角いモダニズムの建築の限界に気がついていたんです。だからシンプルな建築を作るのではなく、その土地ごとに適した建築の形があるのではないか、その方がより建築の良さが出るんじゃないか、そう考えるようになっていたんです。実際国立西洋美術館も一見するとモダニズムのような感じがするんですが、よく見ると壁面に緑色の玉石が埋められていたり、木目をあえて柱に残していたり、日本らしさを表現しようとした形跡が見て取れるんです。当然前川國男もル・コルビジェの考え方の変化に衝撃を受けつつも、自分の建築にも新しいモダニズムの形を取り入れ始めます。それが西洋美術館の目の前にある東京文化会館です。見るからにル・コルビジェが設計したインドのチャンディガールの影響を受けているのが分かりますよね。しかし一方で建物の裏側に回ってみると、ホールの外壁は西洋美術館同様に石が埋め込まれたタイルが使われています。またお城の石垣を模したカーブがあしらわれていたりもするんです。これらのことから東京文化会館も日本らしさを表現しようとした形跡が見て取れるわけです。こうやって前川國男も新しいモダニズムの形を模索し始めます。しかし日本では1930年代という早い段階ですでに日本独自の形を模索し始めていた建築家たちがいました。具体的にお伝えをすると、古来より日本にあるすき家建築をベースとしたすき家モダンの吉田磯や、縄文文化に日本を見出した白井誠一、桂離宮に見る柱張りの可能性を追求した丹下健三などです。こういった建築家たちによって早い段階でモダニズムのその先にある新しい建築の形がなんとなく見えつつあったんです。そんな中、後にホテルオークラのメインロビーや赤坂迎賓館和風別館という国家的重要施設を任されるほどの建築家が現れます。それが谷口義郎です。彼は前川國男の東大の同期であり、初期にはやはりモダニズムに傾倒した建物を作っていました。しかし1938年1年間のベルリン出張をきっかけに、日本ならではの形を現代に継承していくことに情熱を注ぐようになります。こうして装飾を排除したモダニズムと伝統的な日本建築を調和させ完成させた建築物が1968年に完成した東京国立博物館東洋館です。装飾がされていない細い柱や大きく飛び出た軒、これら古来からある日本建築の形状を取り入れることで、装飾ではなくその土地ならではの工夫された形状を取り入れてモダニズムと日本の調和を実現したわけです。ちなみにこれも完全なる余談ではあるんですが、私の自宅の外観は東京国立博物館東洋館を模して作られたものになります。まあ、比べてみるとそっくりですよね。しかし実は東京国立博物館東洋館の屋根、柱、2階にあるテラス、これらは当時はまだ技術が未熟だったこともあって、どれも太くなっているんです。
ただし当然時代が進むにつれて科学技術は進歩し、モダニズムと和の調和という思想は次世代の建築家たちによってより洗練されたものになっていきます。その代表的な建物が谷口義郎の息子である谷口義郎が設計した東京国立博物館法隆寺宝物館です。装飾がされていない細い柱や大きく飛び出た軒と大きな開口部、これらの特徴はまさに日本建築そのものであり、装飾を全くしないシンプルな見た目というコルビジェが目指したモダニズムの要素もうまく取り入れられています。まさにモダニズムと日本の調和の完成形と言っても過言ではない建物なわけです。これ以降の建築もモダニズムと日本の調和という軸からはそれず、現代の建築家に続いていくことになります。ちなみに装飾のない建築を表すモダニズムと日本的な和の要素、これを掛け合わせた建築を世間では和モダンと言うんですね。ということで1853年以前、ペリー来航までの建築、1853年から1930年までの西洋化する日本建築、1930年から1955年までのモダニズムの流行、1955年以降のモダニズムの進化、以上の4つに分けて順番に説明をしてきました。これらの歴史的背景からも分かる通り、今現在 SNS で共有されているおしゃれな家づくりをするためのノウハウ、言い換えるとおしゃれな家づくりをするための手段、これの目的はモダニズムと和の融合だということです。なるほどっていう感じじゃないですか。これが分かると和の要素とモダニズムの要素をどれだけ配分するのかという話になりますので、それぞれがどちらの要素を持っているのかを考えて取り入れられるものを取り入れていけばいいわけです。なので例えば軒を深くする、横に広い大開口、天井や軒、外壁と内壁をつなげる、これらは全て和の要素です。一方で幅木をなくす、ハイドアを採用する、間接照明を採用する、これらは全てモダニズムの要素です。こうやって何が和で何がモダニズムなのか、これらを把握することでたとえ建築地のせいで軒が出せないエリアであっても、幅木をなくすことができないハウスメーカーであっても、他の部分で和の要素とモダニズムの要素を補ってあげれば、誰でも簡単におしゃれな家づくりをすることができるんです。ちなみに最近流行りの和モダン系のテイストなんですが、和とモダニズムの割合を3対7で調整してあげるとちょうどいいバランスになります。具体的には和の要素として軒を深くする、天井や軒、もしくは外壁と内壁をつなげる、横に広い大開口を作る、これら3つを採用するんだったら、幅木をなくす、ハイドアを採用する、余計な扉はつけない、間接照明を採用する、壁紙は一色に統一する、レンジフードを隠す、床材は一色に統一をする、みたいな感じでモダニズム的要素を7個採用するイメージです。これを考えてみると、家作りはどれだけモダニズム的な要素を見つけて無駄を省けるのかの勝負だということがわかるかと思いますし、それを軸に情報収集をすれば効果効率的に必要な情報だけを取得できるようになるわけです。ただし私が今まで話してきたことをきちんと話せる営業マンって現場にほぼいないというのが実情です。なぜなら多くのハウスメーカーが量産型住宅を作るのに重きを置いて今まで企業運営をしてきたので、それにより独自の文化が形成されてしまったからなんですよ。例えば建築士ではなくただの営業マンが間取りを書いて提案する、今まで書いた間取りを左右反転にして提案をする、これらは現場で日常的によく行われていることなんですが、普通だったらありえないじゃないですか。だって建築士でもない営業マンがなんで間取りを書くのか、お客さんにとっては一生に一度の買い物なのに今まで書いた間取りを左右反転して提案するってどういうことなのか、シンプルによくわからないじゃないですか。でも量産型住宅を作ることに重きを置いて企業運営をしてきた多くのハウスメーカー側からすると、これらって至って普通のことなんです。だからハウスメーカーが建てる建物って文化とかそういうのが全く踏襲されていない我流のデザインであることが本当に多いんですよ。これって時代にもマッチしていないし、なんだかめちゃくちゃ残念ですよね。さらに時代は高気密高断熱住宅時代に突入しているわけですから、もう現場はとんでもないカオスな状態になっています。業界自体が消滅するんじゃないかっていうくらい本当にやばいんですよ。なので私は自分が作っためぐりえというサービスを使って、私が紹介する営業マンとサービスを活用していただいたお客さんとにマニュアルを配布しています。マニュアルを配布することで営業マンとサービス利用者の目線が合った状態を作り出すことができて、より円滑に打ち合わせを進めることができるようになるわけですね。もちろんマニュアルは補助的な役割であって、基本的にめぐりえから紹介する営業マンはここ数年にわたって私と一緒に見た目も性能も完璧な世に誇れる家づくり、これを達成するために活動してきている同士であることがほとんどです。
ただ全部のハウスメーカーのレベルの底上げをするとなると道のりは険しくて、まだまだゴールはほど遠い感じではあるんですが、これから家作りをされる皆さんにギブできることも多いですし、皆さんがしなくていい苦労を私が肩代わりさせていただいておりますので、楽して性能も見た目も両立した最高の住まいを建てたいという方はめぐりえをご利用いただければと思います。ということで今回の動画をまとめると、モダニズムとは装飾のない建築を意味する言葉であり、モダニズムこそが建築デザインの源流であるということです。ぜひとも参考にしてみてください。そしてここまで見ていただいた方に告知をさせていただくんですが、現在私の公式 LINE では各大手ハウスメーカーの攻略カタログを無料で配布しています。こちらかなりクオリティの高いものになっておりますので、ぜひともゲットしてみてください。また先ほどちらっとお話をしたんですが、私の作っためぐりえというサービスをご活用いただければ、私と直接無料面談ができます。どのハウスメーカーがいいのかわからない、本当のところを知りたい、何から始めればいいのかわからない、優秀な営業マン、優秀な設計担当者を紹介してほしい、そういった悩みをお持ちの方はぜひともめぐりえから無料面談を申し込んでいただければと思います。さらにめぐりえをご活用いただいた方には特典として、注文住宅のド基礎を根本的に解き明かすマル秘攻略マニュアルのプレゼント、 YouTube にアップしているハウスメーカー解説動画の後半パートの閲覧権、各ハウスメーカーの最新情報の共有、 YouTube では言えない家作りノウハウの共有、 YouTube では言えないハウスメーカー各社の裏技、機密施工時のチェック資料、365日24時間質疑への応答、各ハウスメーカー本社への根回し、外部設計士斡旋の補助、以上の9つの特典を用意しております。皆様のめぐりえのご利用お待ちしております。めぐりえのリンクはコメント欄に貼っておきます。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。